こんばんは、いい夜ですわね。話は変わるが、お前ネットで私のこと鬼だのゴリラだの言ってただろ。はい。お前の顔覚えたからな。貴婦人って名前はかっこいいやろ。いつ見ても筋肉が走ってて草なんだ。馬体重割と普通なのに体に厚みがあるのすごい。ゴールドシップかオルフェーブルさんじゃないですかね。僕は違いますよ、ほんとですよ。ブラン、私もネットでゴリューって言われたんですけど。バカな、まだ言われてることに気づいてないはず。ブラン、いつから私がおバカキャラだと勘違いしてたんですか？ジェンティルおばちゃん怒っちゃダメプボー。怒ったらシワが増えるプボー。馬の13歳はおばちゃんなのか。馬年齢を人間換算すると1歳イコール6歳、2歳イコール12歳、3歳イコール17歳くらい、4歳以降は1年ごとにプラス3らしいんだ。つまり13歳だと人間年齢で47歳、かなりおばちゃんなんだ。貴婦人見るたびにピンクの被り物してる画像が出てくるけど本人、本場？敵にこういうの気に入ってるの？犬猫でも装飾品とか嫌がる子って結構いるけどさ。私はゴリュウじゃない、よね。まあ、ビクトリアマイル連覇ならセーフかな。お前さんは新馬限定戦2連覇やし、めっちゃ新馬してるよ。秋華賞で食らいついたり勝負根性かあったり、有馬に追っかけ参戦してるあたり精神はゴリュウだが。私も新馬限定戦に出てるのですが。それは、そうなんですが、あなた秋華賞以降牝馬限定戦出てました？鬼、ゴリラ、男の中の男、ディープインパクト代表3区。秋華賞後に生えたせいで入場に出られなかった説狂おしいほど好き。その帽子のことぶっちゃけどう思ってる？ぶっちゃけ似合ってないけど陣営からめっちゃ可愛がられてることが伝わってよし。なんで生えてないんですか？あなたが生えてればディープインパクト後継種牡馬を狙えた。いや、超えることすら可能だったかもしれないのに。生えてたら白いのと対決する羽目になるので引退を生やしてハート。マジで生えてたら同世代の誰よりもモテそう。イケメンだし真面目だし、普段はジェントルだし強いし、最強じゃん。しかも両決心のお坊ちゃんだし、ちゃんと話聞いてくれるし、頼りになる男だし、もう欠点なくない？帽子が似合わないのは受け入れるかもしれないが、帽子がダサいと言われるのは絶対許さないと思う。関係者の方たちが可愛い顔を見せたいけど、音でびっくりさせちゃダメだからって選んでくれた。帽子だもんな、可愛いよジェンコちゃん。普通ピンクの帽子可愛いってなるところなのに、どんなネキが被ると笑ってしまうのはなんでだ。これが、男の、引き際だ。生えてたらビルシーナにつけてたのかな。って思ったけど、そういやどっちもディープ3区だったわ。やるかプイプイサイリンの木。ウォッカといいなんか生えてて欲しい子に限って貧乏な気がするのは気のせいなんだろうか。逆にジャスタウェイとかはなくしてほしい。あの古すぎる品系が母としてどう出るか見てみたい。やるかゴルジャス配合。サンデーサイレンスの 3×3。12世代はどんな意外まとめて牝馬になって、みんなどんなに気に抱かれればいいよ。どんなガボバでゴルジャス豆チンが牝馬の世界戦。ディープ最強後継種牡馬爆誕。このイケメンが牝馬ってマジ？親父よりはるかにイケメンって顔してる。親父一見細身のやさ男だったしな。あ、イケメン、牝馬にされちゃう。騙されるなよ。三冠馬の遺伝子ってあるだろ。ってことはこれからこの馬が三冠馬ディープインパクトの不敬をつないでいくってことなんだ。つまりジェンティルドンナはボバ。非常に言いにくいですけどね。サンデー入ってる12年組は多分ジャパンカップで任されたエピファネイアに抱かれることになりますよ。案外ありなんじゃないか。馬体重増えて牝馬たちのボスに祭り上げられてるジェンティルドンナさんだ。ぐへへ。ドンナちゃんはエピファネイアさんにたくさん抱かれるエピ。何を言ってるんだ。お前は、お前が抱くのはゴルシジャスマメチンだろ。決闘的にはありなの？サンデーサイレンスの 3×4 で結果を出してるし、ジャスに至っては母父ハーツくらいで大きい成果が出てる。当たりが少ないけど全然ありよ。ジェンティルドンナがボバだったらどれぐらい需要あったんだろ。コントレイルがもっと楽にレース選択できたと言われるぐらいには。ちょっと生まれるのが早いのがあれだけど、そりゃ需要バリバリよ。コントレイルと生まれる時代と性別が楽なら色々解決してた。需要しかないんですわ。今からボバってことにできねえか？ちょっと12世代だけ性別交換してこない？青タヌキどこにいるか知らない？ちょっと電話箱でさせるから。ジェンティルドンナがボバだったら、まずビルシーナが三冠牝馬になるんだな。やだ、三冠配合できねえよ。君は父北さんブラック母父ディープインパクトを知らないのか？世の中にはそういうことをする人もいるんだ。社代がやらないなら俺がやる。ダメだプイ、ダメプイ。多分ジェンティルがボバだったら陣営はグランドスラム狙ってそうなイメージ。まだ大阪入って G1 じゃないよね。この時はまだだね。真面目に配合のこと考えるとゴルシはそのまま種牡馬の方が良さそうな気はするけど。
ジャスタウェイはゴルジャス配合のこともあるし、トニービン入りのサンデーサイレンス系品場は需要ある。アドマイヤグルーヴ的な立ち位置になるわけかいな。アドマイヤグルーヴよりサンデーサイレンス薄いし使いやすい。マネキンもデインヒル入ってるんだから品場にした方が需要ある。何より長距離走れる品場はいくらあってもいい。逆にどんなゴルシ配合はどうなんだ？ディープ直径だから今のままより成績良くなりそうだけど。サンデーの 3×3 か。総帥はどう思う？ 3×3 1個くらいならかなり濃いなで終了する。エルコンドルパサークラスが、過去の名馬のキメラかな？って狂気の領域。クロスが全部まとめると5割を超えるのはゲームじゃないとやらんレベルやと思う。どこかのアナウンサーがコントレイル×グランアレグリアで子供作ればいいじゃんとか言ってたし。血統的に良くて超強いやつ、大体ディープ3区だから色々惜しいのよ。遺伝子が優秀すぎるのも。考え物だわね。いや、2×2自体は否定してないから、ディープ最短のギができるならどんどんやってもらいたいです。はい、エキ君は絆君をだけ100歩譲ってディープでもいい。やめるプイ、やめろ。あの野郎は死んでも抱きたくないエピ。プイ君は抱いてもいいエピよ。シンバジェスタウェイはいろんなパターン見てみたい。不景は優秀だし、神経も古いだけで悪くはなさそう。外国の守護馬とかつけてそうだけど、こいつらもいいけどさ、やっぱタルマエ ×3 ビスタは外せねえよな。ダート最強配合か、いいじゃん。めちゃくちゃダートに強そう。コナミ感、相性いいのかな。ジェスタウェイってデインヒル入ってると成績いいんだって。ジェスフェの、ボソ。マイラーとステイヤーでなんか強いので、そう3000走れるマイラー的な、コントレイルかよ。まあジェスタウェイも3歳の時から2000メートル以上走ってるし、いい感じに中距離場になりそう。統計かけるジェスタ、メス、はどう？客室的には相性いいやつら来たな。ドバイでレコード更新しようぜ。金と銀でなんか綺麗だから、オルフェとゴルシ、メス、とか。ステゴの 2×2 はまずいですよ。ブリランテ×ブラックヒル、メス、もしくは、ブリランテ×母父ブラックヒルはどう？早かれするかね。ジェンティルドンナ×ハルーアスウィートとかは？一番の便利屋はプイなんだけど、さすがに父親挟むのはな。ありですね、大いにありです。とりあえずエキ挟んどけばサンデーサイレンスクロスで結果出ると思ってる。エキ君便利すぎないか。これが一流守護馬か。そういや、どんなってエピつけたけど不受胎だったんだっけ。もっかいつけてみてほしいけど、多分モーリストの方が相性良さそうなんだよな。誰かリファールクロス作れるやついねえのか。それこそジェスタウェイの血統にリファール3区のゼンアニーモートがいる。そういえばジェストドンナ、シーナとゴルシって相性いいのかな。教えて偉い人。ジェストドンナはいいと思う。サンデーサイレンスクロスがきついのはもちろんだけど、それを抜いたらクロスで好成績を出すことに定評があるリファールの 5×5×5 ができるゴルシとシーナはよくわからん。ハルーアスウィートってどうなんだろうか。ゴルシはミスプロ合わないって聞いた。母父金亀の勝ち上がり3区が1頭しかいないんだと。エキ君はこいつらとの相性はいいの？なんか便利屋みたいな感じするけど。エキ君は12世代とかけるとサンデーサイレンスの奇跡の治療ができるんだけど、エキ君はサンデーサイレンスクロスの成績がいいのよね。ほんで12世代の主要メンバーの大半がサンデーサイレンス孫世代なのよ。つまり奇跡の治療作り放題ってわけ。1個下の後輩の種強いな。